どうなの今、俺んち猫2匹おってな。ゴメスと。もう1匹。あゴメスって言ってもうた、俺今。もう配信で安って言うてたのにくっそー口走ったー絶対配信で安安言おうを思ってたのにずっとくっそいっすったー。 ゴメスよりヤスの方がええやろ。いえ、絶対ゴメスの方がええよ。猫の本名隠す。いや, <laughs> いや、違うね。それはあんね。配信でヤスで行こうっていう。俺の、俺のあんのよ。その病気が。ミスったわ。ヤスで通してたのに。ごめちゃん。ごめちゃんバレたわ。本名。ごめんな。ほんま。 でも大阪ギガンテスのチームでゴメスって考えでやるで。うん。知ってるよ。知ってるけど、俺は配信では安って言おうって決めたから安で通したかって。くっそー。ごめんなー、ごめんちゃん。バレたわー。なんなんそのこだわり。いや、わからんけど。あんのよ。それは。それが F 武田やから。それが F 武田やから。ミスったなー 元相方もピノとゴメスって言ってたし。うん、ラジオで言ってたしな、俺。普通にゴメスって。でも、ファルコン・タケダの時は安って決めてたのよ。もう、いや、泣えるわ。なんか、その、追いご感じるのが嫌やわ。うっかり言っちゃったみたいなのが。はぁ、あ、嫌ですね。自分に、うんざりです。何の意味があんねん。 ないよ、意味なんて。意味は全くない。ないけど、安で通してたから、安が良かったまあでも、これでも、あの、これでも俺はあれやからね。今はもう言っちゃったけど、明日からは何食わぬ顔で安は安で言うから。それはよろしく。もう一匹はピノでいいのかいや、ピノちゃんは違うよ。ピノちゃん違う。もう一匹あれや。彼女のおかんが、今、仕事で遠出するから、預かってんの。 一匹。かわいい。かわいらしい。子猫ちゃん。元気やね、ほんま。今後俺らどっちで読んだらええの。どっちでもええよ、もう。別に。どっちでもいい。